皆様こんにちは。今回の動画では日本とスペインの次世代皇族に焦点を当てて、その活躍ぶりや国民からの期待について比較してみたいと思います。スペインの次期女王とされるレオノール王女は、若くしてすでに国際的な場で多くのスピーチや活動を行い、国民の期待に応えています。一方、わずか1歳年下の悠仁さまも次期天皇として注目されていますが、両者の活動にはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの未来がどのように描かれているのか見ていきましょう。スペインのレオノール王女はわずか18歳にして国民から強い支持を受け、その優れた語学力やスピーチ力を駆使して国際舞台でも大きな存在感を放っています。最近ではスペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞の授賞式での姿が注目を集めました。この賞は文化、科学、人道的な分野で多大な貢献を果たした個人や団体に贈られるもので、スペイン国内外からも非常に評価されています。授賞式の場でレオノール王女は受賞者一人一人の業績について具体的に触れ、その意義を理解し賛辞を贈る姿が印象的でした。この姿は王女がただ形式的な公務をこなすのではなく、深く内容を理解して心を込めて臨んでいることを示しており、多くの人々に感銘を与えました。またレオノール王女のスピーチは堂々とした態度と洗練された言葉遣いで知られ、聴衆を魅了します。今回のスピーチの場面でも王女の発言に感動し涙を浮かべる出席者が見られるなど、王女の影響力の強さがうかがえます。彼女のスピーチにおいて特筆すべき点は、その内容が単に形式的な挨拶ではなく、受賞者それぞれの功績をしっかりと理解した上で称賛を述べていることです。若年ながらも各分野における業績を尊重し感謝の意を伝えるその姿勢には、多くのスペイン国民が次期君主としての責任感と成熟を感じ、将来の女王としての適性を信頼する声が高まっています。さらにレオノール王女はこれまでにも様々な公務でその優れた資質を発揮してきました。例えば彼女が13歳の時にはスペイン憲法制定40周年の記念行事において憲法条文を朗読するという非常に重要な役割を担いました。この行事はスペイン国内においても重要なものであり、若くしてこのような役割を任されることは次期君主としての信頼と期待の表れと言えるでしょう。この朗読を通して王女の堂々とした態度と豊かな表現力が話題となり、彼女の名前はさらに多くの国民に知られるようになりました。その後も14歳、15歳と年齢を重ねるごとに、アストゥリアス皇太子賞でのスピーチや各地での公務において多言語を駆使して発言される場面が増えています。レオノール王女がスペイン語のみならず英語やフランス語、アラビア語などを巧みに使いこなすのは、スペインの長い歴史的背景が影響しています。スペインはヨーロッパ諸国と戦争や外交関係を長く続けてきた歴史を持ち、特にアラビア地域との関係が深い国です。そのため多くのスペイン人が多言語を学ぶことに積極的であり、王女も例外ではありません。将来女王となるレオノール王女もこのような歴史的背景を踏まえた多言語習得を重要視し努力を重ねてきたのです。このようにレオノール王女は若いながらもスペインの歴史や文化を理解し、それを背負う者としての意識がしっかりと根付いていることが伝わってきます。これからも国際的な場での活躍が期待される王女ですが、すでに多くのスペイン国民から将来の君主として信頼できる存在として認識されていることは非常に頼もしいものです。悠仁さまは現在17歳で、将来の天皇として皇位継承順位第2位に位置づけられ、次期天皇としての役割が期待されています。悠仁さまはこれまで学業を優先されてきたため、表立った公務にお出ましになる機会は多くありませんが、近年では少しずつ公の場での活動も増え、国民からの注目も集まっています。8月に行われた国際中学会議では他国の代表者たちと交流され、
Nice to meet you と英語での挨拶を披露されました。この様子はメディアでも取り上げられ、日本の次期天皇候補としての悠仁さまの語学力や国際的な役割に対する期待が一層高まっています。しかしながら、スペインのレオノール王女のように多言語でのスピーチや公務経験が豊富であるという状況には至っておらず、今後どのようにその役割を果たしていかれるのかが注目されています。悠仁さまの教育方針については、まず日本国内の学びを深められることが重視されてきた背景があります。中学、高校では自然科学や文学、そして日本の歴史文化を学び、将来の天皇としての知識を蓄えることが求められています。この教育方針に基づき、悠仁さまは学業に専念する一方で、必要に応じて限定的な形で公務に参加されています。今年7月には、全国の高校生たちが研究や活動を発表する全国総文祭の開会式にご出席され、他の高校生と交流を図られました。この場で悠仁さまは高校生と直接対話され、若い世代の考えに触れられることでご自身の見識を広められる貴重な機会となりました。しかし、一部の国民からは、今後の天皇としての準備は十分なのか、さらに多様な活動が必要ではないかといった声も上がっています。特に語学力や多国籍間のコミュニケーションスキルについては、他国の王族と比較して成長を期待する意見も少なくありません。例えば、レオノール王女が13歳で憲法朗読を行ったり、15歳で単独公務を務めたりと、多くの実績を積んでいることを踏まえ、日本でも悠仁さまが早くから多くの経験を重ねられることを望む意見があるのも事実です。一方で、悠仁さまのこれまでの歩みには、日本の天皇としての役割に特化した慎重な教育方針が反映されています。特に、天皇の役割は政治的中立を保ちつつ、国民との絆を深める存在として、日本国内における安定と調和を維持することが期待されています。そのため、スペインの王族と比べても公務の内容は異なり、慎重な学びの過程が重要視されているのです。国際的な舞台での役割を期待されつつも、まずは国内での経験を積むことが優先されている現状が、悠仁さまの今後の成長にどのように影響を与えるのか注目されるところです。このように、悠仁さまは学業を中心に国内での経験を積み重ねながらも、少しずつ公務や国際的な交流の場にも参加され、次期天皇としての基盤を固めていらっしゃいます。スペインのレオノール王女と日本の悠仁さまは、共に次世代の国家を背負って立つ立場にある若き皇族として注目を集めていますが、両者の語学力や国際性への取り組みには大きな違いがあります。レオノール王女は、スペイン国内外での公務において多言語を巧みに使いこなし、多くの場でその語学力を発揮されています。王女は特にスペイン語、英語、フランス語、アラビア語、中国語などを流暢に操り、各国の要人や国民と直接コミュニケーションを取ることができる点が評価されています。この多言語の習得は、スペイン王室が歴史的にヨーロッパや中東の国々と戦争や外交を繰り広げてきた歴史背景に根ざしており、王族が多様な文化や言語に通じる必要性が強く意識されてきた結果と言えるでしょう。レオノール王女の語学力は、ただ単に言語を話せるだけでなく、それぞれの文化的背景を理解し、適切に対応する姿勢も評価されています。例えば、授賞式や公務のスピーチにおいても、各言語で流暢に話しながらも、特定の文化に敬意を表す表現を交えるなど、相手に配慮した発言ができる点が王女の特徴です。彼女が他国の要人に対し、敬意を持って交流する姿勢は、スペイン国民からも、将来の君主にふさわしいと称賛されており、すでに国家の象徴としての役割を果たし始めています。このように多言語スキルと国際的な視野を持つレオノール王女の姿は、スペインのみならず、国際的にも高く評価されています。一方、悠仁さまについては現在のところ、多言語を使っての活動が報道される機会はまだ多くありません。
先の国際中学会議での挨拶では、Nice to meet you と英語での一言を披露されたことが話題となりましたが、レオノール王女のように公務の中で多様な言語を駆使して国際的なコミュニケーションを図る場面は限られています。悠仁さまの語学力については、皇族としての公務に備えて国内の学業を優先し、将来に向けた準備を積み重ねている段階にあります。これにより、今後の国際的な公務に対応するための基盤を固められているとみられていますが、国際性の面では現在のところスペイン王女との差が感じられるのが現状です。また、日本の皇室は政治的中立を強く求められる立場であり、他国と直接的な外交交渉や政治的な役割を果たすことが難しいため、国際公務の内容も王族としての立場に合わせた慎重な対応が必要です。この点で、日本の皇族の語学力や国際的な活動範囲が限定的になりがちなのは、歴史的にも文化的にも仕方のない部分があると言えます。しかし、悠仁さまの将来においても、国際的な交流の場が増えるにつれて、語学力や他国の文化に対する理解がさらに求められることは間違いありません。このように、語学力と国際性における両者の違いは、それぞれの国の歴史や皇族としての役割に根ざしたものであり、一概に比較するのは難しいかもしれません。しかし、スペインと日本の両国民にとって、将来を担う若き皇族の存在は非常に大きなものであり、国民はそれぞれの伝統や価値観を尊重しつつも、若き皇族の成長を見守り、さらなる活躍に期待しているのです。スペインのレオノール王女と日本の悠仁さまは、それぞれの国で次世代のリーダーとして期待を一身に背負っていますが、国民の期待や応援の声には、それぞれの国の背景や文化が反映されています。レオノール王女に対するスペイン国民の期待は、若くして自立した姿や堂々とした公務の遂行にあります。王女が15歳で単独公務を務めた際、スペイン国内では、一国の未来を担う者として頼もしいという称賛の声が多く上がりました。また、王女が多言語でスピーチを行い、各国の文化や価値観に敬意を払う姿勢が、スペイン国民の心を強く打っているようです。これまでの公務を通じて、彼女はすでに未来の女王としての資質を見せ、国内での人気も高まっています。一方で、日本の悠仁さまに対する国民の期待には若干異なる側面が見られます。悠仁さまは現在のところ学業を優先され、将来の天皇としての基礎を固めていらっしゃいますが、公務の面での活躍はこれから本格化する見込みです。日本国内ではこれからどのように成長されるのか、学業を通して得られる知識がどのように生かされるのかといった期待が高まっており、悠仁さまが今後公務の経験を積みながら日本と世界の架け橋としての役割を果たしていく姿が望まれています。日本の皇族には公務を通じて国民と信頼関係を築く役割が求められるため、これからの悠仁さまの公務でのご成長が注目されているのです。特にスペイン王室のように国際的な舞台での発言や活動に注目が集まりがちなレオノール王女とは異なり、日本の皇室は国内の安定と文化的な継承に重きを置いてきました。そのため、悠仁さまが国際的な場でどのような役割を果たしていくのかには、慎重な姿勢が見られます。これは、日本の皇族が政治的に中立であることを求められる立場にあるためです。そのため、国民の期待も、派手な外交や国際舞台でのスピーチといった面ではなく、まずは国内での経験を積むことに重きが置かれています。この慎重な育成方針は、日本独自の伝統を重んじる中で築かれてきたものであり、国民もそれを理解しつつ応援の声を寄せています。また、最近の報道によると、悠仁さまが高校生として参加された全国総文祭での発言や姿勢について、国民から様々な意見が寄せられていることも特徴的です。悠仁さまの言動が報じられる機会が限られているため、国民からの関心は大きく、特にご自身の意見や発言の場に注目が集まっています。
若き皇族がどのように成長し、公務に取り組む姿勢が日本全体にどのような影響を与えるかが注目される中で、悠仁さまが学業や公務の中で積み上げる経験が将来の天皇としての自信や信頼につながることを国民は願っています。このようにスペインのレオノール王女と日本の悠仁さまはそれぞれ異なる歴史と文化の中で育まれた皇族として国民から異なる期待を寄せられています。しかし共通しているのは、国民がそれぞれの皇族の未来に期待し応援を惜しまない姿勢です。いかがでしたでしょうか。今回はスペイン王室のレオノール王女と日本の皇室の悠仁さまについて、両者の成長や活躍ぶりを比較しながら、それぞれの国民が期待する将来像についてお話ししました。歴史的背景や国の伝統が異なる中、両国で次世代を担うお二人に寄せられる期待もまた独自のものがあることが分かります。レオノール王女はすでに多くの公務で国際的な舞台に立ち、語学力やスピーチ力を発揮し、将来のスペインの象徴として国民に強い信頼を得ています。一方、悠仁さまは学業を優先しながら公務の経験を積み、将来の天皇としての基礎を固めつつあります。日本の国民もその慎重なご成長を見守り、次の天皇としての役割にふさわしい姿を期待しています。これからも両者が成長し各国での役割を果たしていく様子は、国民のみならず世界中から注目され続けるでしょう。特に両者が次世代のリーダーとして国際舞台でどのように活躍されるのか、またその姿がどのように国民との絆を深めていくのか、大きな期待が寄せられています。国際的な交流が進む現代において、皇族や王族として果たす役割はますます重要性を増しています。スペインの次期君主としてのレオノール王女の未来、日本の次期天皇である悠仁さまのご成長、どちらも国民にとって希望と安心を与える存在です。最後までご覧いただきありがとうございました。次回も皇室の最新ニュースや興味深いエピソードをお届けしますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。